はい、菅井です。今日のテーマは、早く成果が欲しいなら言葉をまず変えようということでお送りしていきたいと思います。まあ僕もですね、まあ日頃いろいろなね、セミナーや講座をね、開いたり、集客とかね、売り上げアップのアドバイスをしたりとか、まあ動画マーケティングどうしていったらいいか,とか、まあそういうね、お話をしているんですけれども、まあ皆さんね、そういうセミナーにいらしたりとか、個別の相談にいらしたりとか、いろいろされるんですけれども、まあその中でですね、まあ 僕がね、えーまあ、成果をね、出していっていただくためには、これ、すごく大事だよっていうふうに思うことっていうのをね、えー、今日はね、お話ししたいと思うんですけれども、それはですね、まあ、このタイトルにもあるようにね、言葉なんですね。で、まあ、よく言われることなんですけれども、まあ、やっぱりですね、この言葉次第、い、まあ、日頃、普段から使っている、使い慣れている言葉というか、まあ、口癖になっていることとかね、っていうのって、やっぱり現実を作っていくって、まあ、よく えー、ものの本とかでもね、言われていますけれども、本当にそうだと思うんですよね。で、まあ、あの、先ほどね、お話ししていた、まあ、相談に見えたりとかして、えー、それとか、まあ、セミナーにね、今度こういう、えー、プログラムに取り組んでいきましょうと、まあ、こう、一緒にね、お話をしている中ででもですね、やっぱりですね、その、成果が欲しいっていうのはね、当然あるわけですよ、誰でも。それで、しかもね、それも早く欲しい。 っていうふうに思う、まあ、これも非常によくわかる。んなんですけれども、まあ、その人自身がですね、まあ、その早く自分でも成果を出したいっていうふうに思っているにもかかわらずうーん、なんかね、不安だとか怖いとかね、行動できないとかっていうことのこのジレンマでね、悩んでいらっしゃる方も多いと思うんですね。まあそうするとね、やっぱりその本人もね、えきついというかねえ、どうしたらいいのかわからないというか、まあいつもね、 えー、成果が欲しいのに行動できないみたいな、ね、いうことがあって、じゃあなんでそれをね、じゃあ、えー、行動していけないのかみたいなね、えー、ところがやっぱりね、ネックになってしまうんで、えー、そのためにはね、どうしたらいいかっていうのの、まずね、第一歩としては、やっぱり一つはね、この言葉っていうのはやっぱりあるわけですよ。それで、やっぱりね、成果が早く欲しいっていうふうに思う。うん、なんですけれども、 何をじゃあしていったらいいよっていう話をしたときに、こう反射的にね、でもそれって時間かかるよねとかね、成果が出にくい人の場合は、それにはね、こういうだけ大変ですよねとかね、<laughs> なんかそういうことがね、やっぱ口癖になってるというか、反射的にそういう言葉が浮かんでくる、まあ割と長年の間のパターンというか、まあそういうパターンに自分がこう陥っているっていうことがやっぱりあります。 で、できませんとかね、すぐ言いがちな人っていうのは、やっぱりね、そこは意識的にね、えー、切り替えていった方が、まあいいかなというふうに思いますね。それだけでですね、実を言うと、実はですね、現実に本当にそれが大変だったらね、えー、まあ、まだいいんですけど、そうじゃなくて、実はね、そんなに2、3日でできるかもしれないことなのに、2、3ヶ月かかると、2、3年かかるとかね、人によっては、いうふうになんかこう、 頭の中で勝手にそう思っちゃいがちなんですよ、そういう人って。実際現実にはそんなにかかることじゃないのに、えー、それはね、えー、まあすぐにね、こう、できないんじゃないか。できません。とか、えー、そういう、うん、時間かかりますとかっていう言葉がね、こう、いつもこう、すぐ取り出せるように用意してあるっていうかね、頭の中に。<laughs> そうなってると、えー、なぜなら、まあこれって大変で何年もかかるからです、みたいな。なんかこう、論理だってね、それをね、 できない理由っていうのを、えー、説明する癖がついちゃってる人っていうの結構いて、まあこれ誰でもね、そういうところってあるんですよ。誰でもそういうふうに言ってしまいがちな、こう、ロジックというかパターンっていうのを自分の中に持ってたりすることありますけど、でもですね、まあ意識的にそれはね、えー、でも、うん、そうじゃないよなっていうふうに思ってほしいってことです。はい。まあ実際にそれ本当にそうなのっていうことですよね。 本当にそれってそんなにかかりますかそんなに大変ですか、うん、そんなに時間かかりますかそんなに手間かかりますか実はそんなでもないんじゃないですかっていうことです。っていうのは、いろいろね、そうやってあれこれ,かれ、かれこれな、こうだからできませんよねとかって言ってる暇があったら、実はね、その例えばお客さんを呼び込むコピーをね、一行変えるだけでもお客さん来るかもしれないんですよ。 そういうことってあるかもしれないので、まあなんかいろいろね考えたりとかできないことをこうなんか人に説明したりとかねしている暇があったら、まあやってみて、えー、コピー書いたりとか、レター書いたりとか、まあちょっとね、スマホで動画撮ってみるとかっていうことをね、まあそれ完璧じゃなくてもいいんですよ。完璧じゃなくてもいいけど、まあちょっとやってみるとかしてみたら、ああ案外ね、このペースだったら <laughs>、来週にはちょっとなんかセールス 売り出しできたりするかもしれないなとかね。なんか、そんな気もしてくるっていうことってあると思うんですよね。うん。だから、まあ、そういう、こう、テンポを切り替えるっていうかね。そういうことをしていくと、うん、案外ね、早く成果っていうのは、えー、手に入ることだって、えー、出てくるっていうか、まあ、そういうふうにしてほしいっていうかね。そういうふうになっていくと、まあ、成果って出ていくよっていうお話です。さっき言ったね、3年かかる、2年かかる、2ヶ月かかるっていうのが、実は単なる、 なんか妄想に過ぎなくって、実はね、2週間くらいで <laughs> 長くてもいいことだったりとか、まあもしかしたら、まあちょっと書いてみたら、明日の夕方ぐらいにはできてたりとかっていうこと、まあ僕もそういうことってあります。なんかもっとね、えー、大変なんじゃないかなと思って、なかなか行動できないんだけど、まあまあ、なんかいろいろ自分をこうね、えー、乗せたりとか、まあいろいろしますよ、それは。風呂に入ったりとか、運動したりとか、いいと聞いた、えー、なんかね、エクササイズしたりとか。 まあいろんなことして、まあ自分を乗せていく。とにかくね、えー、乗らない時でも。<laughs> そうしていくと、まあこのね、一歩、二歩っていうのができていく。まあコピーをね、一行書くでもいい、二行書くでもいい。まあまずはそれですよ。もう一文字でも二文字でもなんか書いてみると。おはようございますって書いてみる。 <laughs> こんにちはとか、書いてみるところからまず始めていったら、案外ね、あれに3行かけた、なんか頭乗ってきたっていうところにね、うまくやっていけば、まあ1行に授業行かけたりとかしますよね、文章とかだって。だから、いかに自分をね、切り替えていいポジティブな言葉で、まあ自分を動かしていくっていうことをね、やっていけば、案外ね、成果って早く出ることって多いんですよね。まあうまくいってる人はまあそういうことに気がついてやってる人、 多いと思いますし、その切り替え自分上手くないなと思ったら、これをね、やる方法っていうのを、まあ僕のやってるね、やり方とかをね、まあご紹介してもいいんですけど、まあ今日はちょっと時間がないのでできませんが、えっ、ー、と、また、とそういうのもね、どんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、えー、そういうことにね、まあ1個でも2個でもトライしてみて、うん、それで、まあ自分の中の変化っていうのね、感じてもらえたらと思います。はい。 それではですね、今日はこの辺までにしたいと思います。今日も動画を見ていただきましてありがとうございました。菅井浩次の YouTube チャンネル、まだ登録してないという方は、右下のね赤いチャンネル登録ボタンの方を押して、今すぐ登録していただけたらと思います。あとですね、メルマガの方でも、もっとね、熱い情報、詳しい情報、えー、役に立つ動画マーケティングの話とか、どんどんしてみますので、えー、それもですね、下の、えー、概要欄の方にメルマガ登録フォームへの URL がありますので、そちらの方からあなたの メールアドレスを登録していただけたらと思います。今ですね、そちら登録しますと、無料のですね、簡単ね、えー、3ステップ動画講座っていうのをね、えー、プレゼントしていますので、そ,まあ、そちらの方もね、お楽しみいただけたらと思います。あとですね、LINE アットの方でも、えー、気軽な感じでね、有益な情報をね、役に立つ情報をどんどん配信していますので、まあ、下の、ね、概要欄の方に、えー、LINE アットへの URL がありますので、そちらの方から登録していただけたらと思います。 それではですね、今日もご清聴いただきましてありがとうございました。